ノームエクスペルエクスペルは、x ウィンドウシステム上で動作する、オープンソースのコンピューターゲームである。最初のバージョンは1994年に、ブライアン・ウェギントンとマタースド・ワルテによって、開発された。WingDows をインストールしようとする、ビルからコンピュータを主種するゲームで、Microsoft 及び Windows に対するパロディとなっている。ゲームの内容や操作方法は、至って簡単である。 ゲームの画面には Linux、MacOS、Solaris、Next などがインストールされた複数のコンピュータが置かれている。ゲームがスタートすると、四方八方からあの人そっくりのビルが WingDows をインストールしようとやってくるので、これをカーソルでクリックすることにより叩きつぶしインストールを阻止する。無事コンピュータにたどり着いたビルはコンピュータに接続されたディスプレイに表示されている。 OS のロゴを取り外し、WingDows のロゴに取り替えることで、インストールを完遂する。外されたロゴはビルが画面外へと持ち去るが、この途中にビルを潰して、ロゴを奪還し、元のパソコンに再インストールすることも可能である。レベルが上がるにつれ猛攻を仕掛けてくるビルの数が増える。上、守るべきコンピュータの台数も増え、さらにはネットワークで互いに影響し合うようになるため、 インストールの阻止も難しくなる。エクスペルプロジェクトエクスペル2013年5月18日閲覧。ありがとうございます。